今回のミスパー。来た。お、あ、これ気持ちいいやつ。スロドキの歴史にまた1ページ。ということで、朝一は北斗の拳修羅から打っていきたいと思います。で、まあ、安田さんといえば相変わらず角付近じゃないかなと思うんで、とりあえず角の修羅を抑えたところで、まあ、ちょっと周りだけ見に行こうかなと思います。常連さんの話だと絆転生ってか北斗シリーズが強いらしいんですけど、てかそもそもですよ、取れ設置200台に対して半分は A タイプなんで、うわ修羅も全然取れん、マジかよ。終わった、終わった、何も開いてへん。メタルギア開いてる、メタルギア開いてる。とりあえずなぜかメタルギア開いてたんで、寝台2台しか入ってないんですけど、いやだからちょっと怖い部分はあるんですけども、まあ他にも打てる ATRT 機もないんで、とりあえずこれからスタートします。おはようございます。おはようございます。黒原軍団のタクです。黒原軍団の小太郎です。さあ、ということで始まりました、はい、新ソロドキ、はい、なんか久しぶりの組み合わせ、久しぶりしますね、かな、あなんか、まあ 久しぶりかもしれん。最近誠司さんとがよく会ったかも。あ、そうなんですか、うん、まあそんなことはどうでもいいんですよどうでもいいですか、はい、振っといてどうでもいいですか。あ、そうですか。で、はい、今回は、はい、池袋駅、うん、東口より徒歩2分のところにあります、はい、安田東池袋9号店を攻略します。はい、僕たち2人で情報交換や作戦会議をしながら勝利を目指して視聴者の皆様へ店舗攻略のヒントをお届けしようという番組でございます。はい、はい、ということで初攻略のホールさんでございます。そうですね、新スロドキでは初めてお邪魔させていただくホールさんで、はい、まあ、実はもうオープンしておりますと、はい、はい、してます。まあ、抽選受けてきまして、で台も確保しましたと、しましたという状況ですね。で今日がどんぐらいいたんですかね、150ぐらいはいたんですかね、多分もうちょっといたんちゃいますか、まあ、150か200ぐらい、はい、で僕が21番をいいの引きましたね。引きまして、はい、で北斗の拳修羅を今押さえたところなんですけど、なんかどうやら、うん、まあ、北斗の状況がいいと、なんか常連さん曰く絆北斗シリーズがまあ強いらしいです ね、はい、なので、そしてなおかつ、はい、安田といえば、うん、角付近みたいなとこもあるんで、うん、え、角取れた、角取りましたよ。うわ、せっこするない、このなんかもう鉄板みたいな、なんかそのいや鉄板っすよ、まあ今までのそのね傾向としては鉄板のところをまずは押さえれたと、はい、いいっすね。だからもう今日は僕は勝ったみたいなとこはあるんで、もうすでにもう僕の方がですね、はい、104番やったんすよ。まあでね、半分ぐらいジャグラーじゃないですか、200台あるうちので、 AT 機微 ART 機もちょっと取れるかどうかもわからへんみたいな、うん、下手しい取れへんみたいな状況でまあ入場したんですけど、はい、案の定、まあ、絆、まあまあ無理でしょうね、北斗シリーズ無理でした、はい、でもうどうしようかな、最悪 A タイプ考えてたところ、うん、なぜかメタルギアが2台しか入ってないんですけど、はい、1台空いてたんですよ。で思わず取ってしまいました思わず、いやまあでも一応寝台の、はい、寝台も寝台なんでメタルギアは、あ、そうですね、傾向を探るという意味でも、まあ、ちょっと触ってみてあかんかったらまあすぐ移動しようかなぐらいの気持ちで、移動できるかどうかもわからないですけどまあ厳しいですねほんまに、はい、でねちょっと台取ってから、はい、下の1階の A タイプ見に行ってきたんですよ。じゃあ結構ね110分の1ぐらいの合算の台が2日連続であったりとか、だから高設定がまあ2日連続据え置きっていうのがもしかしたら、うん、あるかもしれないんで、なるほど、まあ、ちょっとその辺も、はい、まあ、しっかり探りつついこうかなと、そうですね、いうとこでございます、はい、
かしこまりました。かしこまりました。はい、まあまあそんな感じで、まあ、しっかり2人で今回もね協力して、はい、店舗攻略をしていきましょう。はい、はいはい、ということでよろしくお願いします。お願いします。頑張ります。攻略開始。はい、では打っていきます。がっくん1ゲーム目、1ゲーム目にチェダーチェリー、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、1ゲーム目にも1ゲーム目に手も引いたで、今内部状態全く分かんないです。はい、何これ。ただ普通に天武の時出てきたんで、これはこう、とりあえず降格スタートではなかったというのだけが分かりました。まあとりあえず、まあこれで150枚ぐらいもらえるんで、とりあえず投資止まりました、リッターね。はい、ということで350アビシ。あー、評価なかないよね。はい、ということで天部からの ART 突入はなし。まあ結構あの朝一のまあモード以降底辺工事の、まあ、結構上下で大きい差あるんで、まあそこもできたら通常か低下か見極めれたら見極めたかったところではあるんですけども、まあまあしょうがない。あとはとりあえず、まあ、北斗の拳しら、そしてまあ転生も見ながら、まあ、どういった場所が強そうなのかっていうのはしっかり後追いしていこうと思います。はい、ではメタルギアソリッドから実戦スタートしたいと思います。でこれ前日前々日とプラスの台ですね。まあ、これ導入3日目なんですけど、で一応演出モード、まあ、どんだけ演出起こるかっていうのが選べるんですけど、まあ、ノーマルでいきます普通に。まあ、この台の簡単なゲーム性でいうと、まあ、疑似ボーナスがあるんですけれども、まあ、そこから ART に突入する可能性もありますし、まあ、一応メインとなるのはチャンスゾーンですね、バーチャスミッション、そしてサバイブミッションと、2つのチャンスゾーンがあるんで、まあ、サバイブミッションの方が期待度は高いと。なので、まあ、まずはそのミッション、チャンスゾーンを目指していきたいというところですね。いきなり27ゲームでこれ強チェリーですね。で一応ここのメタルギアソリッドって書いてある色、まあ、今緑なんですけど、これでまあ期待度を示唆してるんだと思います。これは赤がいいんですかね、まあ、レインボーとかあるのかは分からないですけど、僕は赤までしかまだ見たことがないですって言っても、まあ導入3日目なんで僕も1回しか打ってないんですけど、あ、70%、 あ、赤になりましたね。で、まあ今レア子役引いたんですけども、これで、まあ、ミッション2つのミッションがあるんですけど、バーチャスミッション、そしてサバイブミッションと、サバイブの方が、まあ、期待度は高いと、まあ、そこから ART、 そしてボーナスを目指すという感じですね。で 50% で8点、39ゲームです。これ見つからんかったらいいんですけど、このね、なんちゅうんですかね、この感じ、昔のファミコン的なやつ、すごい懐かしさはあって僕好きなんですけど、あ、いった、これ4回目までいったら多分赤になると思います。はい、ラストゲーム、おい、 やっつけろ、あ、やっつけた、おーし、よしよしよし、さあ早々来ました。43ゲーム強チェリーからバーチャスミッションですね。
りあえずまずこの3人の敵を倒すと、まあ、倒し方によって多分期待度を示唆していると思うんですけど、グレート多分グレートがまあまあまあいいんですけど、グッドがあかんのですかね。でもう一個グレートよりいいやつ一回見たことあるんで、なんていうやつか忘れましたけど、グレート、グレート以上でラストもお願いしたい。あ、来た、アメージング、アメージングでした。グレートの上ですね、これこれは熱いと思いますよ、さすがに。さあここで、あ、熱いパターン、このヘリコプターのやつ、これでやっつけることができれば当たり。さあ、ああ避けられた、マジで。いや復活は、あかんねえ、あれ結構前兆的には強い方やったと思うんですけど、外しました。うわ痛い。はい、186ゲーム強チェリーです。まあ、強チェリーの場合は払い出し15万になってくれるんで、まあ、分かりやすいかなと。出目はちょっと複雑なとこあるんですけど、でジャックチェリーなら1枚なんで、そこは分かりやすいです。217ゲーム発展で 65% 逃げ切れば OK という、ここでチャンス役、チャンス目ここで引きましたね。さあ逃げ切った。221ゲームバーチャスミッションです。まあ、スイカ、そしてチャンスベと引いてですね。お、アメージング出ましたね。グッドグレートアメージングから発展です。あーもういいかね、これ当たってくれるでしょう。ドン、はい、やりました。投資7本、237ゲームで勝利、そしてボーナスです。ちょこれ見てくださいよ、あのなんか綺麗すぎません、ここのボーナス画面、なんなんっていうぐらいの美麗さ。こんなボーナス画面見たことなかったですかね。で赤7と、はい、ビッグボーナスです。あ、ビッグ中なんですけど、まあ、2種類演出選びます。チャンス告知と、まあ、完全告知ですね。うん、どうしようか、一発目なんで、まあ、チャンス告知でいってみましょう。ラストです。でボーナス終了で106枚の獲得でした。まあ、残念ながら ART にはつながらずと。まあ、ボーナス終了後、そして ART 終了後なんですけど、このメーターがゲージが溜まってます。この間に当たると必ず ART に行くという感じなんで、レア役を引きたい、レア役を。
くスイカ。でまあ、このゲージなんですけど、まあ、今残りも1個なんですけど、今前兆中なんで、前兆中は待ってくれます、終わらないんで。はい、55ゲーム8点です。 30% これはここでやられるかな。あー、いった、4ゲーム目。おお、やっつけた。はい、60ゲームでバーチャスミッションです。いやー、グレートグッドグッドは弱い気しますね。あ、でもこっちか、やっつけろ。あ、プッシュボタン出ました。これはいくでしょう。はい、やりました。77ゲーム当たりましたね。追加投資してるんだ。総投資8本です。はい、来ました。わあ、めちゃくちゃ綺麗や。 ART です。この ART スネークイーターなんですけど、まず最初は9ゲーム以上ですかね、続くオープニングムービーが出ます。でその後、まあ、バトルパートに移行して、バトルに勝てばエンディングパートと。だバトルが勝つ限り、負けない限り、まあ、続いていくというちょっと変わった仕様なんで、まあ、残りゲーム数とか存在しないです。いかに、まあ、ずっと倒していくか、負けないでいくかっていうところですね。なんなんすかこのスカイダイビング、ほんまに綺麗すぎて。さあここで、え、アメージング出ましたね今。追加で、あ、セーフティーゾーン、これ無敵ゾーンです。あのバトルパートで使えるやつですね。はい、あ、すいません、すいません、ごめんなさい。はい、ではスネークイーター309ゲームチダチリ。あー、こっちか。というわけで312ゲームチダチリからの全部。さあ本日早くも2回目、そういう台ではない誰だね、これをしっかり ART につなげたいところ。ラスト、うわー、全然たまってない。というわけで200アベッシ半。はい、というわけで投資演武にはつながらず、572ゲーム強チャンス目、一応ボーナス天部の、同時当選が一番高いやつですね。ということで573ゲーム本日3回目の天部だけ今200
250分の1ぐらいでテンブ引いてますよ。いやそういう台ではないし、とりあえずいい加減に ART これで入ってほしい。今投資がちょうど500枚、さあとりあえず今日一番溜まったんじゃないでしょうか。370ヤブシ、それでも全然多くないですけどね。半か、はい、バトルスタートです。これ100ゲームってことですね。この間は無敵になってるんですかね。おそらく攻撃されても食らわない状態、そうですね、今ここホールドみたいな感じになってるんで、これでかいですね。100ゲームはでかいで、まあ、敵のライフが今あるんですけど、まあ、ゲージ緑黄色赤とあって、まあ、3回とも全部メーター減らせれば撃破と、まあ、このバトル中はリプレイがちょっと危ないんですよ。こうやって連続すると結構攻撃されて、まあ、ライフ4つあるんですけど、これがなくなれば、まあ、終わりとなるんですけど、まあ、今無敵ゾーンなんで大丈夫ですけど、結構1個のレア役で戦況がまあすごい変化していくというゲーム性になってるんで、まあ、でもレア役引いたら何かしらのチャンスが来ると。あ、狙い来た、揃わない、あれ揃うとなんか特化ゾーン的なやつに行くんやったと思います。確かさあ強チェリー引きました。アドバンテージ、バトルモードがまあ変わっていくわけですね。どんどん攻撃する、いやーやっぱりレア役強いですね。さああともうちょっと行ってしまえ。あーあーああ、え、何軍、何軍ですか今の。カエルとヒヨコっぽいやつの軍だから勝つんでしょさすがに。はい、やっつけました。一人目撃破とウィン。セーフティーゾーン、まあ、44ゲーム残ってるんでこれは持ち越してくれると思うんですけどね、さすがに。まあエンディングパート的な感じですね、ここは。まあこうやって勝ち続けて負けない限り一生続いていくんで、え、来た、ビッグボスタイム来た、特化ゾーンっすこれ、ワオ。うん、多分潜入パート5の抽選かなんかしてるんでしょうね。これで当たりました。わあラッキー、初めてです、初めていいです。どんなものなのか、ファーストムーブメントだ、こういうセーフティーゾーンとか獲得できるんですよ。30ゲーム、終わったけど、あと告知的なやつなんですかこれ。まあセーフティー10ゲームだけ乗りました。どんなもんなんですかね、性能がもうはっきりしてないんでわからないですけど、とりあえず10ゲームだけど、まあまあまあ、
デア役と。はい、2回目のバトルです。まあ、1回目の相手は固定なんですけど、2回目からはまあ誰が選ばれるか、まあ、何人かいてわからないと。さあアタック行って前、このままラスト一発やりました。2人目撃破。さあボスの弟子、ではバトルスタートします。この人とは2回あるんかな今。まあファーストって出てるんで、おお、めっちゃ与えた。あ、これいけるかもしれん。いけ、このままいけ。 OKOK、リカバリー、まあ、回復するやつですよね。稲妻、赤文字ラッシュもらった。これはもろた。よっしゃ、よし勝った。もうめっちゃ負けそうでしたけど、ギリギリ残り1個のところで勝利。めっちゃ頑張りましたねここ。あー、もうここでセカンドバトルに行くわけですね。またこいつと戦うんか、もう嫌やな。あーピンチ、大ピンチ、避けろ。あー、ついにやられてしまった。まあ、だいぶ頑張りましたけどね。はい、1827枚獲得でした。で、まあ、今までの戦いは記憶、まあ、セーブされます。で、まあ、この50ゲームになるのかな、これ中にもう一度大当たりできれば ART 復帰と。お、あ、これ気持ちいいやつ、今映ってましたかね、中段チェリー引いてランプしろ、広角での中段チェリーなんで、おそらく確定、あ、そうか、あ、そうか、今回、天部があるんでね、OK、とりあえず天部はなし、なので、ようやく ART 当たったんじゃないでしょうか。ここかな、全然前兆っていう前兆なかったですけど、912ゲーム、チェリーカウンター残り2ゲームのところで、キリンガラ、そして8点。はい、ということで33ゲーム前兆でしたね。915ゲーム、中田チリからのエアルティ当選、オーラしろ。さあ、そして投資が650枚、900オーバーはまって650枚ですからね、全然取り返せる。さあ、勝負玉が2個のまま
というわけで一発勝利。勝負どもー2個弱性化 50% というわけで一発継続。さあ720ヒレ目なんで最低2個っすね。多分3個いってそうなんですけど、ああめっちゃいってたというわけで勝負玉で合計7個溜まってました。というわけで合計8個2個消費で継続。すごい調子がいい真剣勝負は。勝負玉は4個ラスト。はい、というわけで6セット622枚で終了です。終了後、カイゼルステージスタート。世界予告当たりますむっちゃでかいやん、もうプッシュボタン。何、生き抜きしに来た。え、生き抜きしに来た。いや、ちょっと助けてくれへんかなと思ってどういうことやろ泣きそうなって言って。あ、収録告知。次回の収録は11月9日、二郎君と私誠司が安田東池袋9号店さんを攻略します。はい、安田ホームページでも番組情報やスケジュールを確認することができるのでぜひご覧ください。最近ずっと僕言ってますありがたいです。俺たちは黒、私たちは白、私たちは青、私たちは緑、俺たちは黄色。